うんと第4章初めに文文脈脈ありき文脈の裏切りきの二昔も前の話になるが1885年11月ゴルバチョフとレーガンが初めて直に会談をすることになりスイスのジュネーブで開催場所に選ばれたのをご記憶ございますでしょうか。その年の年月にスイスイ ソ連共産党中央委員会書記長に就任したばかりのゴルバチョフがまだ初々しく輝いて見えた頃のことだ老害のお手本みたいなブレジネフアンドロポフチェルネンコが小話の材料を山ほど提供した挙げ句に相次いで行ってしまった後殺さと登場するやこのクレムリンの新しい最高権力者は停滞し腐敗たちまつ腐臭たちまつ 込めるソビエト社会主義の民主的革新に果敢に乗り出し硬直しきった国際関係の打開に真剣に望み出したのだから当然かもしれない。ペレストロイカ・グラチノスグラースノ土、あ、グラースノスチが流行語になり始めた頃にその6年後に大統領辞入に追い込まれ 改革しようとした国の幕引き役を演じ,演じようとはおそらく当人も含めて誰とて想像しなかった頃のことである世界中のマスコミがこの男に注目し後発資本主義国の貧しきさの現れの一つではないかと常々思っていたのだが一点豪華主義傾向のもともと強い和が 国のマスコミはどうやらアメリカ一辺倒単細胞思考的習慣ゆえに米ソ中心主義世界観も手伝ってこの歴史的米ソサミットが始まる何日も前から連日総動員態勢をとっていたように思う。会談の日が近づくにつれて各種の紙面もどのテレビチャンネルの画面も米ソ首脳会談一色に染め上げられていき矢が上にも雰囲気を盛り上げていくのだった。 実は、この時期、ソビエトの新聞が格段と面白くなったということもあって、ソビエトで発行されている主な新聞には目を通していた。すると、サミット関連記事にかなり大きなスペースが分けされ、うん、割りつつも、基本的には常日頃の各分野のバランスをさほど崩さないでいる。階段当時国のマスコミの方がはるかに冷静なのだ。 そんなことを尻につけて日本の各紙の前段ぶち抜きの報道ぶりはやはり随分異常なことではないかと思えて仕方がなかった困るのはこんな時にテレビ中継の同時通訳に駆り出されるとつい世間のというかマスコミの高用気分に煽られてこっちまで上がってしまうことである。 後になって思い起こせば、赤面するような役が電波に乗ってちまたに流れてしまい、その結果、恥をかくのは通訳者の方だから、見から出たサビとはいえ、つい恨みっぽい物言いになってしまって、申し訳ない。ちなみに、私にとってテレビの生中継での同時通訳の初舞台は、ブレジネフ死亡に関するソ連の公式発表。二度目はアンドロポフの、三度目はチェルネンコのそれだった。 ソ連政府というとすさまじい情報統制の中当時の各社モスクワ特派員はオペラバレエ三昧だったというほど暇を持て余していたわけで要するにそれほどスベエト発信のニュースは稀だったのだゴルワチョフ登場以降のスベエトそしてのその崩壊後はロシアがニュース世界的震源地と化したと昨今を思うと覚醒の感が否めないさて 指導者死亡に関する公式発表というものは、これがまた下手な冗談の見本のような文章なのである。本日、すなわち1900年丸月7日、我が国の 党及び国家の偉大なる指導者でありマルクス・レイニン主義の類いまれなる思想家であり国際共産主義運動の疲れを知らぬ党首であったソビエト連邦共産主義中央委員会議書記長ソビエト連邦最高会議幹部会議長まる同士が逝去されたことをここに哀悼の意を込めてお知らせいたします。 というこちこちに凝り固まって絶望的に身動きの取れなくなったスビート体制をまさしく象徴するかのような見事なもっきり型で紋切り型でどの食記についても一言一句たがわぬただ使命と象徴するかのようなうんただ使命と死,死亡年月日と時間だけ差し替えればいいという何とも通訳しがいのないものであった。もっ こんな気楽なあ評論をしていられるのは私が部外者だったからであってこの窮屈極まんないモッキリ型を読み,読み上げるアナウンサーのストレスなんていうのは並大抵のものではなかったらしい。以下に述べることは私がソビエト中央テレビのアナウンサーに直接聞いたもので実話である。まず念頭にいいいてたいただきたいのは 書記長のあれこれの言動に関する発表を読み上げるのは大変名誉ある恐れ多いことでレオ,レオニードイリッチブレジネフ同士の前にかぶ,らずかぶせなくてはならないことになっているソビエト連邦共産党中央委員会書記長ソビエト連邦最高会議幹部会議長 という枕言葉が滑らかに口をついて出るようになると相当アナウンサーは本番前ともなると口なならしに余念がなかったそうだそんなふうに白羽の矢を立てられたある名アナウンサーがスタジオを歩き回り,回りながらブツ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 と発声期間のトレーニングをいそんしんでいた時にカメラマンやディレクターがなんとか緊張をほぐしてあげようと馬心を割って冗談半分に「お前さん くれぐれも土地って「コルホーズ集団農場」「議長のレオニード・イリリッチ・ブレジネフ同士なんて抜かすんじゃないよ」と声をかけたその場では笑って穏やかに雰囲気になったもののこのアナウンサーの脳裏にしっかりと脅迫観念となって組み込まれてしまったらしい本番で本日ナルジ「なるじ丸美時間」にてコルホーズ議長のレオニード・イリリッチ・ プレジェルフ同士はとやってしまい、しかも行った途端に事故の犯したあまりの重大さ、深刻さに思い至ったのだろう、恐怖のあまり、心臓発作を起こしてぶったわれてしまった。一言一句違うねという、もっきり型で重大発表をよめがるアナウンサーには、ことさほどさように、多大な緊張と恐怖のまたであったことも、はるか一万キロ離れた異国のテレビ局のブースで、それを訳す。 通訳者にとっては一言も聞き漏らすまいとするような張り詰めた情熱をかき立てられたことのない退屈な仕事であった。そんなわけで ジュネーブ会議終了後にゴルバチョフが発表する予定になっていたステートメントの通訳は私にとってテレビ生中継同時通訳の実質的に初仕事になったそれだけでも頭にの血が上がる要素十分なところに加えて連日のマスコミの過熱報道しかも作業場所は全員が浮き足立っているようなテレビ局これで上がるなという方が無理な状況の中で同時通訳用に割り当てられた アナウンススブースに入っっっていたたのだった心臓の動機が瞬く間に激しくなってその脈打つ頻度が速くなっていくこの臓器の体の中に占める位置がはっきりと自覚できたしそれが昆布運動によって血液を人体カニ坊主通りに体の隅々まで送り出している様子を手に取るように実感してしまう。 神経系が異常に興奮しているせいかあらゆる動きが旦漫に感じられ事故と外界との間に透明な膜ができたような感じなのだ。ああどうしようこれでは失敗は火を見るより明らか私は同時通訳としては永遠に葬り去られてしまうに違いないと余計なことを考えるもんだからさらに上がってしまう。そうだ ジュネーブからの映像と音声の中継が途絶えてしまうといいんだと捨て鉢になった頃に私の願いも虚しく途絶えてほしいと願った音声がイヤホンを通して私の耳に入ってきたそれでもこの絶体絶命のピンチに及んだ私は意外な救いの手が差し伸べられてきたのだった入ってきた音声はロシア語通訳の私が訳すべきゴルバチョフのものではなくて司会役のスイス大統領のフランス語だった そのスピーチは何でか分からないけどフランス語「何々何何と始まり一緒にブースに陣取っていたフランス語の通訳はそれを議長閣下並びに事務局長閣下と訳し出していくのだったレーガン大統領が発言する時のためにやはり同じブースに入っていた英語通訳者と共に私もこれにはのけぞるほどずっこけてしまいおかげで自分の失敗はすぐに忘れて 他人の失敗に励まされるという罪深く情けない性分の私はすっかり緊張が解けて落ち着きを取り戻すことができたフランス語をよく知らない私にさえこれが大統領閣下並びに職長閣下という両首脳に対する呼びかけであるのが理解できた議長閣下並びに事務局長閣下という訳語はこの 現発言のスピーカーカであるスイス大統領が同じ舞台に立つ米レーガン大統領とソ連ゴルバチョフ書記長に対して呼びかけているというその状況その場の状況によって完全に裏切られているこの単語の置かれた状況要するに前後関係のことを現外の状況を含めで我々は普通脈絡とか文脈あるいはコンテキストなどと呼んでいるそして 言葉の意味というものは随分と文脈に支配されているつまり前後関係に左右されるるもののなであるだからこの例のように訳語が文脈に裏切られてしまうケースは実はしばしばあるのだ。議書を引けばたたらなんたらというフランス語の単語は英語と同様議長とも社長とも大統領とも総裁とも頭取とも学長とも裁判長とも さえ訳しるることが了解できるああそれに車の商品名にもらうこともあるではないかこういう固有名詞化した普通名詞は要注意湾岸戦争勃発,発当時どこかのテレビ局で英語の同時通訳が盛んに愛国者「愛国者愛国者」とうん突如何の連絡脈絡もなく連発するので首をかしげて向きも多いことだろう何のことはないあれは「パトリオット」という名称の「 ミサイルのことだった。またうんええー「聖なんたらなんた」というフランス語は事務局長ともあー事務総長とも幹事長とも書記長とも総書記とも訳されるだろうしかししかしである具体的な文脈において可能な役の幅は狭まり先の場面では大統領閣下並びに書記長閣下という役のみが唯一 許されるバージョンとなるのだ2つターヘル・アナトミアは文脈が頼り考えてみたら考えてみれば母国語を駆使する際に誰でもみんな無意識にそういう操作を行っている特に動音異義語が驚くほど多い日本語においては耳から入ってきたその後の意味の動音の タの言葉と取り違えないで意思疎通を成立するのはまさに文脈のおかげなのである柿という音だけ聞かされると柿花の柿柿食べる柿柿海にいる柿日柿日のけ柿の夏の時期と選択肢は広いが日本文化習慣の稼働の市販が柿にもいろいろありましてといえば花の鬱は柿のことだし 日本のカキの産地は広島、それに東北の松島などが有名です。という文脈ならば、カ、う、キ、ん、のことはあの貝のカキ。軍服にはよくカーキ色のいうのを使いますが、ヒンディー語で土ぼこりを意味するというカーキが、うん、語源だと言われています。でもカキという果物の中から発生したごだという説もあって、この果物の原産地は日本でしたねという文脈で、はカキだろうし、カと。 響く同心しても我々は手紙を書くと絵を書くと汗を書くと鉢を書くと裏を書くと,を書くと尻を書く背中を書くの違いを文脈によって聞き分け文脈を添えて言い分けている。我々が、 大多数の場合において弾根と弾根とを混同せず性能と性能とを不能と不能とを取り違えないのはその単語が発せられた状況脈絡のおかげなのである通訳をしているとこの微脈の助け舟のお世話になることが実に多いまず今述べたように同音異義語の群れの中から一つを選び取る上ただたびたびお世話になるのは言うまでもないさらには 必ずしも全てのスピーカー、原発言者が正確で誤りのない発音をするとは限らないという問題がある。例えば、あるロシア人相手の研修で日本側主催者が皆さん、明日の日程には公式行事は含まれておりませんのでタフな格好で構いませんと言った時に通訳がこのタフを、訳質をプロセスでラフと修正するのはまさに文脈の導きによる。 幸いにも、現発言者が正確で正しい言語の使い手であったとしても、明瞭な発音、発声をするとは限らず、下手としても、マイクやイヤホンの具合が悪くて、通訳の耳に十分に聞き取り可能な方で達しないときなども、また、通訳者自身の不注意で聞き落とした場合など、唯一対理にするのもこの文脈なのである。 91年の2月に湾岸戦争の最終局面でイラクのアジズ外相の2回にわたるモスクワ往復外交が始まり22日ゴルバチョフ大統領とアジズ外相の間で無条件撤退を骨子とする8項目が合意が生まれたと。 世界中に固唾を飲んで待ち受けるこのゴルバチョフアジズ会談の結果に関する発表を行ったのはイグナチェンコ大統領補佐官だった NHK の衛星放送で真夜中その同時通訳に当たった私はソ連側からのこの会談に臨んだのはゴルバチョフ大統領ベススルメルトヌイフ外相プリマコフ特使というところで4人目の名前を聞き落としてしまった。 何とかしなくてはという必死の思いが天に通じたのか、報道官が記者たちの待つホールに駆け込んできた時に、まず最初に発した、今、会,で会場から直行してきましたというフレーズを思い,だ思い出したのだた。おかげで自信を持って、それにこの私でしたとつなぐことができた。 我が国屈指の英語通訳者である原富子さんは同時通訳中の最中発言の本意を測りかねるような表現にぶつかって重要な単語を聞き損なった時にはじっとこらえて次のセンテンスを待つようにアドバイスをしてくれた IMF 国際通貨基金などの国際機関、えー、ミ,スミスティックによって聞こえた時のことはです。 はてな、IMF 神秘とは何だろう国際機関が近寄りがたいというのもおかしいし奥義があるというのもちょっと文脈に合わないような気がしてその時もグッとこらいで次の情報を待ちましたそれで初めてミスティックがミステイクの誤りであることに気づいたのでしたつまり国際機関の奥義ではなくて過ちと発言者は言いたかったのです聞き間違いやわからないことに総合することはしょっちゅうです パニックをを起こさず次の情報を待つと霧ががれることがよくありますと、うん、お気づきのように彼女が「はてな」と自分の耳を疑うのも文脈のおかげ正解を探るために次の情報を待つのもさらなる文脈が有力な手がかりになるからだいわば文脈は単語だけでは意味が伝わらなかった場合の保険のような役割を果たしていると言える。 全く未知の単語が登場したときにその意味を推理して言い当てる時も同じ手を使うことが多い例えばなんとかなんとかというロシア語軸通り訳せば技術的経済的裏付けということで1992年6月に刊行された最新のロア辞典であるヨアナミロシア語辞典にもこの訳は載っていないしかし最近ソ連 ロシアの経済開放政策に伴う共同開発プロジェクトに関する会議や文書で頻繁に登場する開発に着手すべきか否かを判断するため行うものであることがどの文脈からも受け取れるなんだフィジビリ・スタディ。実行可能性調査金融化調査のことではないかなという具合にこれは江戸時代の乱邦医たちがター,ミルターヘル・アナトミア 解解体心象を解読した手法と同じですもっとも常日頃私たちは暴でーヘルアナトミアをしているのだ母親が赤ちゃんの泣き声の意味をあるいは飼い主が猫の鳴き声の意味をお腹が空いたのかおしっこがしたいからなのか抱いてほしいのかほぼ正確に判断できるのもその時々の状況をよりどころにするからである。本や新聞 雑誌を読んでいて、あるいはテレビ、ラジオを聞いていて、わからない単語があるときに、我々は必ずしも辞書を引かない。前後関係でほぼ意味が確定できるからである。生まれてこの方、現在に至るまで、我々が蓄えた5万という日本語のボキャブラリーの圧倒的大多数を辞書や百科地点を引いたり、親や戦争に教わるのではなくて、まさに文脈に頼って身につけてきたはずである。 個体発生は系統発生をなぞるからという原始人が言葉を獲得していく過程なんてのも実はそんなところにあったのではないか。そんなわけで、聖書に従えば初めに言葉ありきとなるが、私は初めに文脈ありきだったのではないかと思っている。その、 頼りにする文脈だが、その言葉の置かれた文章であるとは限らない。その発言を促した交渉相手の質問だったり、発言者の経歴や立場や顔の表情だったり、発言者の国の事情だったりする場合もある。我が国にイタリア語通訳会の押しもされぬ第一人者、田丸久美子さんは、とある、 イタリアの著名な国会議員に対するインタビューの通訳をしていて英語の、うん、予備手段前置きにあたる言葉というイタリア語の単語をひらめくものがあって大胆にも「善意」と訳したそしてそれは正解だったのだその言葉を発したのは他ならぬチェチェリーナだったからのだから以上つらつらと述べてきたことからもお分かりいただけるように 言葉を駆使することを商売とする通訳者は宿命的にこの敵とも味方ともなりうる文脈に対する感度を研ぎ澄ましていかねばならない仕事を依頼された通訳者がうるさいほどしつこく関連資料を請求するのは会議なら会議の交渉なら交渉の当事者と同じ文脈を共有しなくてはならないからである同じ英語の、うん、コンペンセッテーション に相当するこの単語も戦後処理の話ならば賠償医学の会議ならおそらく代償作用のことだろうし心理学のセミナーならば補償技術交渉ならば補正とか誤差修正とかに訳すことになる通訳者が事前の情報を集めに躍起になるのもお分かりいただきたい。 通訳者が毎日必ず新聞に目を通すのは世の中の動きという文脈から取り残されないためであるし書斎に閉じこもった語学の虫タイプの人が通訳という職業に向かない理由もこんなところにある。先にも触れたが通訳という影業はほぼ毎日違う分野の仕事違うテーマの会議に出かけていく。 つまりすでにその会議で多くの人々が共通のものとして持っている文脈を通訳は持ち合わせていない初日はほとんど暗闇の中をまさぐるような感じで通訳していく2日目になると「ああ大体いいこういう文脈で喋っているんだな」ということが分かってくる3日目になると非常によく分かってくるそして4日目になると当事者やうん。 主催者などがよりよく分かって、うん、いたりすることがあるというのは物事第三者であろうがよく分かったりする客観的になれるという要素があるしましてや通訳というのは必死でそれを捕まえようとしているのだからなおさらであるしかし残念ながら4日間も続く国際会議というのは非常に少なく大多数の会議は多くて3日あるいは2日そして1日半時だけ とという場合がほとんどそんなわけで通訳はしつこくしつこく事前情報資料集めをする出席している人たちの専門は何か役職は何かこういったことだって重要な情報なのだもちろん会議のテーマも含めて例えば一人のスピーカーに関してそのスピーカーは何者なのかどういう専門なのか講演講演の内容によっては履歴なども見る例えば今現在 歴史学者の中でももともとは大学は生物学の出身だったりするとその生物学の素養をスピーチのあちこちに散りばめたりする可能性がある事前に発音者の履歴を調べておいて同時通訳の場で救われた経歴が私にもある。アンドレイエ アンドレイ・サハロフという大変巧妙なソ連の反体制物理学者をご存知かと思うがこの人はペレストロイカ以降出国してロシアの政界に迎えられ亡くなる直前に日本にも訪れて自分の命をも顧みずに独裁体制に対して立ち上がった人権の守り手民主主義の騎手として大変解明を含む感銘を含める。 大変感銘深い話を各地でした私もその同時通訳を務めたことがあるある講演会で講演の後の質疑応答の中で聴衆からパレスチナ問題に関する立場を問われたサハロー博士の回答を訳していながらこれは同時通訳だったので 原発言から3秒か4秒以上は遅れまいと必死で通訳しながらも私はその博士の発言の中にパレスナ人に対して理不尽とも思える非常に冷たい非人間的な匂いを嗅ぎ取った。しかし一方でサハロー博士がこれまで人権と民主主義の闘志だったという輝かしい経歴を考えて信じられない思いをした。 パネセラ人に対する無別と非人間的な態度は私の聞き間違いなのか通訳に沈黙は許されない訳語を口に載せなくてはならない決断を迫られた私は少し前に読んだサハロー博士の半生を書いた電気を思い起こしたサハロー博士の夫人のエレナ・ボンネルさんはユダヤ人とアルメニア人の根血の女性である。 この人もなかなかの才女でありまた豪快豪傑であるそして流刑の身になったサハロー博士の傍らに常にいて博士を励まし続けた人この人なくしてサハロー博士が語れないというほどの人であるそれだけにユダヤの血が流れるボンネルさんのサハロー博士に対する影響力もかなりあったものと思われる。 ししかしまたそれゆえにパレスチナ問題についてはサハロ博士もかなりバイアスのかかった見方をする可能性があることをその瞬間思い当たったのであるおかげで博士のパレスチナ人に対する冷酷とも思えるような発言を自信を持って訳すことができた3文脈違いの引き劇さて 文脈文脈と金貨玉城のごとく言い立ててきたが話し相手と聞き手との想定する文脈が違っていてはお話にならない。私事で恐縮だが私の妹は非常に色が黒い。その妹と出入りの小名さんとの会話がたまたま立ち聞きしてしまったことがある。 いやーよく日に焼けられましたね。海でもいらしたんですかいいえ字なんです私。ああ字ね。あれはつらいですからね。まあではお大事に。妹の字は字。生まれつきの意味であって、米屋の字が字で微妙な病名を指しているのがお察しいただけると思う。この同国人同士でもよくある文脈違いによる誤解を当然の当然のことながら。 異文化間のの交流では格段とその頻度が増す文化という背景そのものがいわばマクロな文脈だだからだ例えば常識の違い日本では当然と思っていることを相手の国では全く知られていないことそして相手が常識と思っていることが日本側にとっては想像もつかないことであったりするそういう時に意思疎通に損が生じる。 ロシアの物不足が頂点に達した頃に日本の先進的物流事情を学ぼうと旧ソ連諸国から運輸関係のの専門家がが研修たために来訪したことがある。物不足の一因として各地で生産されたものの物流がうまくいっていない農産物の大半が消費されないまま下っていくという状況があったからだ。 運輸省での法律、政策、歴史など、論的概論に関する講義の後は、大手運送会社が実践中の、実践面での紹介を受け持つ。 講義も最終日に近づいた頃に宅配便の説明をすることになった今日出した荷物が日本中どこであれ翌日には必ず届くというシステムそれを可能にするために自動車輸送と鉄道船便航空便の組み合わせという連絡をどう図りコンピューターによるチェックシステムをどこにどのように取り入れたか説明する側は図やグラフを動員して今節丁寧に詳しく懸命に説明をする 通訳の方も四苦八苦半日がかりで説明を終え、で「質問は?」と尋ねるとロシア人研修生から「一体何のために翌日配達しなくてはいけないのか?」と問われてどっと疲れが出たことは私にもある。出した個実味が届かないくて当たり前届く方が奇跡である国の人たちに宅配便の話が現実味がないのは思えば当然のことである。もも、っとも この程度に平和に収まれば笑い話で済まされるが異文化の意思疎通に関わることを職業とする通訳ならばおそらく誰でも自分の発した役が発言者と聞き手がそれぞれ想定する文脈が違うために誤解を招いてヒヤリとした経験をお持ちに違いない私など数限りないそういうヘマをやっている ところが既に申し上げたように自分の失敗はすぐに忘れて他人の失敗に励まされるという将軍の私はヘマをすると他人さんのばかりが思い出されてしまうそんな例を再びこれはテクネ語「技術交渉」でよく出てくる話を一つのケーススタディみたいにして場面を設定して申し上げます。 日本人のエンジニアとソ連人のエンジニアがあるプラントの話をしていると思ってくださいソ連のエンジニア以下ソ連としていお聞きしますけどこのプロセスで金属の損失はどのくらいありますか日本のエンジニア損失ですかそんな損なんてものはないんだがなああ損はありませんソ連エンジニアいや私が聞いているのは加工することで金属がどれだけ減るかと言ってるんです 日本人、あ、削りしろでしたら製作部にシャンドを出させますからそれを見ていただければ結構です。ソ連金属の損失のノルマは効いているんですよ。ノルマ損失のノルマそんなのないよ。いや図面通りに削っていればいいんですよ。図面通りに削らなければ不良品になりますから検査の時に跳ねられますから。ソ連、誤解して。 検査ですか。あそうするとあなたのところで提案しているシステムは検査の段階でもって金属の損失量を記録できるようになっているんですね。日本人えそんなことできるわけがないだろうそんなことやってたらそれはやれとおっしゃればやりますけど高くつくし大体何でそんなことやるんですかそれ イライラして質問を変えて、じゃあお伺い、お伺いしますが、この金属切削のプロセスでは、1交代あたり、切り子が何トンぐらい出ますか日本人、あ、切り子の話じゃあもう損失はいいんですね。切り子は出したことはありません。切り子はバケットに受けてね、あれ、時々フォークリフトで払い出せば問題ないんですよ。ソ連、うん、いや、そんなこと聞いてるんじゃないんだけど、でもフォークリフトはうちにはないんですよ。 払い出しはクレーンにしてもらわなきゃ困りますよ。要するに切り子はどれくらい出るんですか日本人うんフォークリストがないんですかじゃあまあいいです。天井クレーンでやれるようにしできます。お宅のクレーンは15トンですからそれでできるようにちゃんと計算しますから心配ないです。うんでも1交代あたりの量ね多い。現場にテれっくつして聞いてみようかな。それ、通訳に向かって。 おい、通訳さん、彼らはこんなことにも答えられないのか通訳、答えられないとは言っていませんが、時間がかかると言っているんですよ。こういう商談をやったら絶対失敗します。どこが失敗したのでしょうかどこが間違ったのでしょうか日本人は、物を削るプロセスにおいて問題なのは、材料をどれだけ投入して、どれだけの時間がかかるか、また原価がいくらにかかるかを問題にする。 要するに日本にとっては全てのものはコストなんですお金に感化するのです経営ではねソ連人にとってはソ連では全てのものは必ずしもお金に換算できない原価が全てお金で計算できない日本的な原価管理とは違う管理がありまして今の場合は各プロセスで小資源という立場からどれだけメタルをたくさん出しちゃいけないか 損失を出しちゃいけないかいかわゆるメタルコストという概念があってそれに規定されている国から決められているわけですねそれを守るために各プロセスごとにどれだけけ金属のの損失量があるかかとということを知りたかったっわけですそれを日本人はまさかそんなことが規定されているとは思わないから何バカのことを聞いているのかと思い込むどうすればよかったと言います 通訳さんは金属の損失のノルマという話が出たところでちょっと待ってくださいとソ連の人に言う私にもよく分かりませんそのノルマというのは何ですかもともとの素材がこうありますねそれを削ったらメタルが減るのは分かりますがそれはどれだけ減らなきゃいけないかというふうなノルマがあなたの国にはあるんですかと仮にこういう聞いたら多分いや実は我々の国ではそうこ,うこうこうこうでこういうふうになっていると言ったでしょう そうすると、その通訳の人は、日本ではそんな考え方はないから、日本人は答えができないんです。というふうに、まず交通整理をしてからかかれば、わかりました。そういう資料が必要ならやりますが、普段日本では作っておりませんから、時間がかかります。一週間いただけますかこれで済んだはずなのです。そうすると、ソ連人は、日本人のエンジニアはバカだなんと思わなかったでしょうし、日本のエンジニアは、 ソ連人の演じにはあさってのことばかり聞いて死後も怒ってばかりいると思わなかったはずです。これが私たち商社の人間が通訳さんに期待することの一つでもあります。本当はこれを商社の人間がやればいいんですが言葉が分からなければいくら商者マンでもこれはできない。結局言葉ができる方のそれが特権でもあり義務ではあるんじゃないのでしょうか。と。 日立光二さんは交通整理という言い方をしておられますがこのように異なる言語の間の意思疎通を取り持つという営みはコミュニケーションの両当事者に同じ土俵ならぬ同じ文脈を整えさせ上あげなくては用をなさない個々の軸や発音発言の背景に控えていたり 根底に流れていたりするもう一方の当事者にとっては、馴染みのない制度や習慣などの事情、すなわち文脈を把握し、それで差し上げることをおと怠ってはならないのである。四番、カタフィーの通訳を見習え。日本料理に関することがアメリカで出版されるまでの戦いきさつを伺う機会があって、前述してきたこと、 こととの大切さをししみみじみと再認識した去るアメリカ出版社の担当者が日本人の板前さんなどに料理の作り方について話してもらいそれを書き留めて編集して本にするというものがあった例えば焼き鳥の作り方について説明してもらう板前さんがここで白を適当にまぶすという すると出版社の人は適当というのは一体どのくらいなんでしょうかと尋ねる板前さんはいや適当ですよ同じ日本人ならば焼き魚を作るのに塩を適当と言われればおおよそ見当がつくところが日本料理を食べたことも見たこともない人に伝えるためには塩加減が適当では困る。 結局、その板前さんに実際に焼き魚を作ってもらうことになった。板前さんがまぶすために手で取り上げた塩ひとつかみ、これを計測して何 cc、あるいは何グラム、あるいは茶節何杯というふうにきちんと記したそうだ。また、まぶすと言っても、ではどのくらいの高さからまぶすかということをはっきりさせるために、魚の置いてある まな板の位置から塩を握ってまぶしてその手の位置までをうん32センチあったなどと具合にわざわざメジャーで測って記録をしていったそうだこの本作りにお手伝いした日本人編集者は同じ外国人でもヨーロッパの編集者はここまで徹底しませんさすが各国から流れてきた移民が作り上げた国アメリカですねと盛んに感じている異なる 様々な文化が雑居している多民族国家アメリカでは相手が自分と同じ文脈を持っていない方が当たり前そういう心構えがとりわけ不特定多数の読者を相手にする編集者には染み付いているようだそれに控えたかたか140年余り前に200年の上続いた鎖国を説いた島国であり某首相が単一民族国家 だと思い込んで口を滑らせ物議を醸し出すほど日本語を母語とする民族が国民の圧倒的多数を占める我が国の事情は極端な対比を成していると言えよう。富山重彦氏はその名著日本語の論理の中でこのような国の言語を島国言語と名付けてその特徴が文学形式に顕著に現れるとして次のように述べている。 文学の方面について言うとまず単思芸文学の発達がある島国では通,通人が読者であるからくだくだ説明するのはくどくうるさいと感じられる理にか出せるものは月並みとして軽蔑されるなくても分かる部分を削り落とすところに日本の思学の原理がある読者を相手にして説得したり議論したりする必要はない 作者は心の内に独自的に英端的に投げ出せばよい。それに引き換えて演劇性にかけるのはやはり文学の島国形式の特徴である。言葉のやりとりにおける美を至近距離のごく微妙なニュアンスなどに求めようとしている人々の心には、対立した立場にある人間同士の断絶を超えて行われる遠距離伝達、対話を楽しむ余裕がない。 すでに分かりきっていることをくどくどと言うような人は、教養がないとか、出しゃばれだとか、余韻がないというふうに受け取られる。要するに、日本式の美学に反する。沈黙が美、科目もあれば、であれば科目であるほど、社会では尊敬される。そういう文化を背景にして、我々は生きている。 こういうタイプの人間が異なる文化圏の人間とのコミュニケーションに失敗するのは至極当然の慣りゆきで、いつの頃からか日本人はその苦い失敗の経験から自らに対して非論理的という楽印を押してしまった。この日本人の 非論理性なるものに職業的に付き合うことをよくなくされて悩まされ窮地に立たされることの多い常日頃の恨みもあって突き詰めて言うと基本的に3つの要因があぶり出されてきた第一の要因は通といえばカーと通じる日本人同士のコミュニケーションに浸り続けてきた習性であまりにもあまりにもあまりにも省略しすぎてしまって文脈を強要しない中では通じないままのものを 物ままでで省いてしまうせいであるある時リビアの最高指導者カダフィーがモスクワを訪れて記者会見を開くことになったまたともない貴重な機会だというのでモスクワのプレスセンター内にある記者会見場にはうん内外の記者が殺到した会,場会見場には1時間前に必ず入るようにというお出しがあり会見30分前には全てのドアが閉鎖され 5分間ほど前にグリーンベレーをかぶった親衛隊の兵隊たちがドドドドッと会場に流れ込んでくるとすべての演技に庭に立って会見場の記者たちを睨みつけるようにして取り囲んだようやく登場したカダフィーは壇上に上がると傍らにいる通訳官におよそ1分間か2分間囁くのだったすると通訳はなんと20分余りにもわたって通訳したのだそうな 会場から質問が出ると、カダフィがまた、こそ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 と、一分ほど、その通訳士の身元に囁き、するとまた、通訳官が、とうとうとまくし立てるという光景。これは、極端な例ではあるが、カダフィとその通訳官という身内同士では、非常に手短に分かりきった部分は極力省いて理解し合うことができ、しかも通訳官は、そこにいる記者、 たちにも分かっているように必要な文脈を補足していかねばならないから時間がかかる。とある日本の今は個人になられた著名な政治家が当時はソ連と呼ばれた国から使節団の一員をめがいてあ招いて催したパーティーに出席する機会があって思いがけず非常に感動してしまったことがある。それも2つのことについて。一つは この元大臣が優に2時間半は続いてであろうそのパーティーの最初から最後まで実にさまざまな人たちと挨拶を交わしながらたった一つの単語だけしか発しなかったという嘘みたいな本当の話その単語とは「どうも」2つ目はボキャブラリーの極端に貧しいこの政治家,政治家に影のごとく寄り添う通訳者がこの「どうも」を 場面と相手とにより文脈に応じてもう驚くほど巧みに微妙に訳し分けていたことである。お会いできて何よりです。こんにちは。お久しぶりですね。はじめまして。よろしく。ありがとうございました。申し訳ありませんでした。さようなら。以上は私の不確か,かな記憶の意図を手探り寄せて思い起こさせたものだけを列挙しているみたいだが、実に見事ではないか。 もっともこれは逆になるとすなわち表現力豊かなスピーカーに語彙の貧しい通訳者の組み合わせとなると目も当てられないほど悲惨なことになるのは言うまでもない。ロシアは、 極東のある州の行政府の代表団が日本の市場経済を学ぶという名目で来日し、団長さんはロシアで今流行っている市場経済に関する用語をこれ見よがしに散りばめたスピーチをするのだが、ロシアから同行してきた日本語通訳は、株式も証券取引所も民営化も市場メカニズムも資本金もことごとく経済のことと訳す。それを 恥じらうどころか堂々とお張りで訳すものだから日本語をつい知らずするゆえに好か不こか事故の発言内容とその日本語訳との間の落差についてはついほども疑っていないらしいロシア側団長さんはとうとう華やかな演説をいつまでもいつまでも続けるのだったさて日本人の非論理性の第二の要因は至近距離の人間関係を損なうことを恐れるあまり 白黒をはっきりさせることを嫌い因果関係をあからさまにせずになるべくぼかして表現し論理性をできるだけ目立たないように隠すか少なくとも前面に押し出さないように努める傾向が言語習慣の中に根付いているせいである至近距離では通用するこの心遣いも異文化交流ではいたずらに誤解を招きバカにされたり敬遠されたりするのがオチである。 その中は、どうせ通訳が語,に語訳しているんだろうなんて思われたりしているのである。従って、私も多くの先輩通訳者に習って、日本人の話を外国語に転換する際、元の発言,発言の隠れた理,理論理性のよりくっきりと浮き立たせ、白黒のコントラストをより強調してしまう傾向がある。 日本語ではどちらかというと羅列的に平面的になっているセンテンスとセンテンスのつながりの因果関係をより明確に立体的にするように努めているまた逆に外国語を日本語に移し替える時にはメッセージを損なわない範囲で表現をより和らげるように努めているもっともそういつもうまくいくわけではないがロシア語通訳協会ではこういった事情を 顧客の皆さんに、つまり通訳を雇う立場の方々にお分かりいただくために通訳者からのお願いという書簡を発行している。 通訳はただ単に言葉のスペシャリストと思われがちですが多くの場合相手国特有のシステム事情や彼らの発想習慣などに通じている人たちでもあります実際のそれぞれの現場でカルチャーショックにより訓練されてきた人たちでもあります日頃感じていることをより良きコミュニケーションのために以下申し上げますと以下中略であと ロシア人も基本的には欧米型の発想をいたします。また日本人よりははるかに異論慣れしている民族とも言えます。日本人は異論慣れしておりません。外して説明ベータです。というのが大方の評価でもあります。一、下記はよく見られるネゴの状況であります。相手方、これこれは可能か 日本側それはこれからこうということがありまして質問には直接答えずはるか遠くの上の方から説明をする最後に結論を言うつもりでいる相手方自分の質問を誤解されていると受け取られたと思いイライラしながらあなたは私の質問を理解していない私が聞いているのはこれにてネゴが混乱する二つ目 スムーズにいく話し方は、相手方、これこれは可能か日本側は、可能です。ただしそれには条件があります。それは、あるいは、可能です。その理由はあるいは、それは一概には言えません。なぜならば、次のような場合があるからです。あるいは、困難です。その理由は結論を先に言うと、相手もその理由に興味があるために注意深く聞きます。通訳者にとってもスムーズなコミュニケーションは望ましいものです。 揉めた場合は日本側相手側とも感情的になり最も疲れるのは両方の言葉を理解する通訳であります。そして日本人の非論理性の第三の要因はやはり身内コミュニケーション特有の肝心なところは暗黙の了解ありという習性でうん至近距離のごく微妙な日本人にこだわりすぎてむやみに死を抹殺に分け入り 全体が見えない話し方をするせいです。ロシア語通訳協会の主催のシンポジウムでそういうスピーカーの話し方に悩まれた経験を寸劇仕立てにして演じたことがあります。寸劇肝心なことだけ訳すればの巻。脚本は小林真理子。場面は対旧ソ連諸国知的支援レクチャーの会場。登場人物、日本人講師。通訳者。 旧ソ連人、えー、これで私の講義を終わらせていただきたいというふうに思います。お話ししたことがソ連の皆様の、あ、弱ったな、それは今はもうないんだから、ソ連じゃまずいですね。旧ソ連、いや旧ソ連というのも種類ですね。えー、っと独立国家、CIS ですか、略して、いや CSI か。 あ違ったすいません外務省はどちらにしたんでしたっけローチ派にしときますかでロシアの方だけでもないわけですからまあ全部の名前を言えば無難ですかえー、っとまずロシアそれからカザフスタンでしたかあとは何でしたっけ通訳の方を見ながらまあ適当にお願いします通訳ちらりと広い目で講師を見る 講師は何の話をしていたんでしたっけえっ、ー、とそうそう皆様は市場経済を目標にして尊いお力を尽くしておられるわけですね。私はここで短い時間ではありましたが大変まとまりのない話をさせていただきまして多少なりともお役に立てるのならばというふうに思いますような次第でございます。えっ、ー、とご質問がありましたらお答えさせていただきたいと思うふうに思います。通訳 ロシア語でこれで私の講義は終わりますこの講義が皆さん方のお国の経済政策改革にわずかなれてもお役に立てればこれほど嬉しいことはありませんさてご質問はありますかと簡潔に訳す旧ソ連人ロシア語で危機感の平均賃金はいくらでしょうか通訳訳す講師え給与ですかそんな質問が出るんですかいやー講義のテーマ以外は の話はですね総務の方の連絡では話さなくてもいいというふうに聞いていたんですがねちょっと資料がないんですけれど私は日本の経済改革の話をしろというのでまあ答えなければいけませんので答えますが我が国の給与システムは月給以外にボンクレのボーナスというものがありましてボーナスというのはこれは日本語ですね、えー、元ボーナスはアメリカから来ているんですそれを入れると12ヶ月じゃないですね安いところでメーカー とか普通156ヶ月ですね金融は20ヶ月まあいろいろあるんですまあ全国平均の数字で言っておいてくださいお願いします通訳ロシア語で私どもの従業員の平均賃金は次30万ほどです旧ソ連人ロシア語でこの財団の財源はどうなっているのですか講師訳す通訳訳す講師え どこがお金を出しているのかか。とといいうことですかいやまた数字の話のようなんですが経済改革の方の質問ならいくらでもお答えできるのですがこれは予算ですからね予算はですね私は国際部の人間ですからちょっとわからないですね予算は他の部でやっていましてえっ、ー、と他の部の話を後ですると怒られますんで日本は同じ会社でも大きくなりますと他の部は他の会社よりうるさいんですよ。 ですから会計年度は3月に終わって4月に始まって会計年度ああそうか国です通訳ロシア語で国家です講師まじまじと通訳の顔を見ながらロシア語にすると随分短くなるんですね通訳ふんという表情旧ソ連人ロシア語で最後の質問ですがこの財団の職員は合計何人でしょうか通訳訳す 講師、どうも予想してないことばかりに関心を持たれるお客様のようですが何でそんなことを聞きたいのですかねそれではですねかなり多いんですけれどもえー、それじゃあまずですかね少ない人数と言っても分かりませんがえっ、ー、とちょっと待ってくださいすぐ資料がありますからえーとですねここは、 東京のセンターですが、日本は47都道府県に分かれておりまして、それぞれの自治体の管轄下に支部があり、支部長以下、研究員、指導員、さらには全国の市町村にはそれぞれ連絡員というものがおりますから、一概には言えないと。やっぱり言えませんね。まあ、顔を知っているだけで200人ぐらいは知っているんですが、その場合じゃないですか。いや、10倍ぐらいそんなことないか。まあそんなところですね。 新入社員も入れますからまあ辞める人もいますしその程度ですね通訳もう軸通りことごとく美に入りンに渡りを訳す急所連時立ち上がりつぶやくはっきり言って俺は全然分からねえよ。 まあ、関心なところだけを手短に訳していた時に非常によく通じていたのに言っていること全てをくまなく訳した途端に相手に全く通じなくなったというのをオチがついた寸劇で会場を埋め尽くした通訳者たちの爆笑,に次ぐ爆笑を誘ったことから見てこのタイプの日本人スピーカーに遭遇することがいかに多いかお分かりいただけると思います。5番 前門の虎後門の狼以上くだくだと書き連ねているように共通の文脈を持たないところで意思疎通を図るというのはインフラが整備されていないところに工場を建設するようなものでなだしく、面倒でで手間ののかかることなのです。そして通訳の使命は究極のところ異なる文化圏の人たちを 仲介し、意思疎通を成立させることに尽きる以上、両方がいかなる文脈を背景にしているかを事前に、そして通訳の最中にも可能な限り早くし、必要ならば軸の上では表現されていない、その目に見えない文脈を補ってあげねばならない。しかしながら、それは極度に定められた時間的制約の中で行われることを常にとする。第三章でしつこく述べ,て述べた,ったように、 時間的な余裕ほど、うん、通訳には無縁なものはなくてカダフィーの通訳官のように、うん、普段、ふんだんな時間に恵まれているのは例外中の例外なのです「この人タヌキであなたはキツネ私はウナギ」という文章が仮にあったとして通訳ならばタヌキ,キツネウナギを文字通りに訳した上でこれだけではせいぜい。 人形劇の配役でも決めている場面だろうと解釈されてしまう危険があるのでそれぞれに注意をつけて日本のうん天山の料理に関するうんちくを傾けた説明役をくどくどとやっても構わない通訳も時間的余裕の許す限りそれをやるだが大方の現場通,通訳現場でそれは絵にも描いた餅である。 最近のロシアの改革に関する会議で日本側の著名な学者が今のロシアの改革の到達レベルは大政奉還は済んだけど廃藩事件はまだ終わっていないというところですから「はハはハは」と発言して同時通訳ブースにいた私は往生した経験がある。 同時通訳ならば原発名者が喋っている時間がすなわち通訳に与えられた時間であるし逐字通訳の場合は理想的な通訳時間は原発現者が言った使った時間の80%と言われているのだ。 原発言に用した時間を100%した時に通訳はその中で伝えたいと思っている情報を余すところなく伝えながら時間的には80%が理想的ギリギリ許されるとしても同じ100%通訳が 150%200% もつまり原発言者の2倍もしゃべるということは許されない。 と言っても、も現実にはは原発言の3倍も4倍4る力はいる。いただし次回から声がかからなくなるだけであるしかもそもそも「ん」以外には詩音が「詩音が母音なしで」で存在しえない日本語は外国語をそのまま訳すとむやみやたらと時間がかかる。 翻訳書を黙読するに限りはあまり意識しないことだが欧米の戯曲を翻訳したものをそのまま舞台に載せると2倍から3倍オリジナルより時間を食うというではないか漢字の音読み言葉にすると情報量の多い割に時間的かさがコンパクトになる利点があるが耳から聞いた時と音読み言葉は伝わりにくい。 通訳にとっては聞き手に伝わりやすい理解されてこそ使命は完遂するのだからどうしても耳から聞いて分かりやすい大和言葉系の表現を多用しがちになる。というわけでまさに全門の虎・後門のオオカミ虎は異文化の間の溝を埋めよ文脈を添付せよと光を目を光らせているしオオカミは極力薬質時間を短縮せよと容赦なく迫ってくる。 狼の言うとおりにすると文脈を添える余裕がなくなる13年前に初めて同時通訳の仕事を引き受けた時のことをいざ本番に入るとどうしても発言者のスピードに役がついていけないこんなことは不可能だと思い気が付くと私はヘッドホンを外して同時通訳ブースを飛び出してしまっていた。 師匠の徳永氏が追いかけてきてポンと肩をたたくと「まるちゃん全部訳そうと思うから大変なんだ分かるところだけを訳していけばいいんだよ」と言ってくれた「そうか全部訳さなくてもいいんだそれにそもそも分かるところしか訳せないのは当たり前ではないか」とすっかり肝っ玉が座ってしまった私はその日経験豊かな二人の先輩に支えながら何とか無事に通訳を終えることができた。 徳永師匠には今までの私の角膜あたりに張りついていた鱗ろうが随分取り払われ、払っていただいたが、この時のあらましめには特に感謝している。というのも、私はかなり語り口がスローモーで、つまり時間単位あたりの言葉の量がもともと少ない。その意味では通訳には向かないタイプなのである。 題は章を兼ねるというスピードの速い人はペースを落とすこともできるが、私のように遅いものがペースを上げるのは不可能なのだ。要するに、残る手段は省略。余分な言葉を極力排除する以外にない。しかも、言葉の量は少なくとも情報量は減らさないこと。では一体何が省略可能で、何を省略してはいけないのか。 どうでもいいし死を抹節にこだわって大事な情報を落としてしまうような省略では困る言葉における余裕な余分なものを語学やコミュニケーション論など学問の言葉で「常語性」と言っていることは前にも触れた一般に文章語から話し言葉になるにつれて常語性は増大する学者の観測によると何語であれ 話し言葉においては情語の割合がおよそ60から90%時には100%を占めることがあるそうだえっ、ー、とねその何て言うのかな要するに僕の言いたいのはね言ってみればだそのどう言ったらいいかなつまりだねなんていう場合であるこんなのは通訳の際バッサリとカットしてしまっても構わないわけだ話し言葉というのは先ほどから繰り返し述べているように大変くどい 繰り返しや無駄なところが多い耳から入った情報の定着率は10%という話を記憶力のところでお伝えしたようにきき手の脳裏にに叩き込むためにもっとも大多数の発言者はそのような老婆心からそうしているのではなくてむしろ人間の思考とそれを言語化する速度に従うとそうなってしまうのである。 時折頭の回転と下の回転がずば抜けて速いという人がいて、そういう人の発言は時間単位あたり情報密度が非常に濃い。しかし、大方の人間がものを考え、それを言語化する速度というのは、一定の訓練を受けた同時通訳者が無理なくついていける速度なのである。 文章で書く場合には遂行するという作業が伴ううーんと考えながら書きつけ書きつけたものを消したり書き直したりどんどん無駄を省いて情報を凝縮していくところがしゃべる場合にはほとんど思考の速度と同じ速度でしゃべっているので思考単位あたりの情報密度が薄くなる。 というわけで国際会議で文章を読まないような発言ではスピーカーは自分の意見をまとめる時間稼ぎのために次のような言い回しを実際に頻繁に用いる「私は何はさておき特に忘れてはならないと肝に銘じておりますことをこの場を借りて強調しておきたいと考えておりますのはさてさてご列席の皆様方にとりわけご注目いただきたいのは」 今申したことの重要性は次の事実によっても裏付けられているところでありましてというのがもう無限にいっぱい出てくる新米の頃ある会議でそういうロシア人の発言の前置き部分をも含めて逐一懸命に訳し終えたところがほぼ同じような言い方をアメリカ人の発言がした時にトランのブースの英語のベテラン通訳はその前置き部分をまあ のの一言でやり過ごし、し次のセンテンテスにつなげてしまっった。た。ショックだった私は原発現者の言うとおりそのまま訳したつもりなのだが結局こういう使用末説のところに一生懸命になりすぎて一体全体発,し発言者が何を言いたかったかというところに逆にボケてしまっていたまあこれで十分なんだ基本的に情報らしい情報はない。 そしてむしろ、一番大事な情報を聞き逃さないように、言い落とさないように神経を集中した方がいい。ところが、いざ通訳の末最終ともなると、特に同時通訳の場合は、ついつい原発言に引きずられてしまうものなのだ。 私が私の家で私の妻と共に私の息子を観察するという私自身の経験に基づいてなどと約束し,していたらその時コンビを組んでいた私のもう一人の一匠である小林真理子氏があなた別れきっているのだから私やとか私のなんていうのはどんどん省いちゃいなさいと注意してくださった <laughs> 6番女房と畳み それに情報こうして一口に情報といっても2種類にカテゴライズされることを私は学んだ1つ目はもともと情報を担うことを目的としていない時間稼ぎの埋め草的な言葉そして2つ目は情報を担ってはいるがすでに話し手と聞き手の間で了解済み言わなければならないので言わないで済む言葉。 学問の世界では言語によって表現されたテキストの中の基地の情報古い情報のことをテーマ未知の情報新しい情報のことをレーマと言って区別している例えば次の文章「昔は文芸批評というものはなかったの」「なぜなかったかというと小説がなかったからなの」「なぜ小説がなかったかというと小説を書く人がいなかったからなのと」とこれは筒井康隆先生の「 文学部ただのの教授の例です最初の文では「昔は」は「テーマ1」「文芸評論というものはなかったの」が「レーマ2」「レーマ1」「2番目の文では「なぜなかったかというと」が「テーマ2」「小説がなかったからなの」が「レーマ2」「そして3番目の文では「なぜ小説がなかったかというと」「小説がテーマ3」「そして書く人がいなかったからなの」が「レーマ3」となるそしてこの「 段落全体の構造を見ると、テーマにはレーマ1に等しく、テーマ3はレーマ2に等しいつまり、前の文で新しい情報だったものが次の文では古い情報となっていく。この古い情報を省略していくと、昔は文芸評論というものはなかった、小説がなかったからなの、書く人がいなかったからなの、これで十分に言わんとする内容は伝わる。およそ 文章というもの基地の情報に新しい情報を付け加えるという形で展開されていく実は人間の頭脳の方も目からあるいは耳から情報が入ってくる際に新しい情報は何か未知の情報は何かというふうに身構えているはずなのであるだから霊魔さえ伝われば話は通ずるこの手法は通訳の現場では大いに威力を発揮する例えば 非常に長たらしい名前の会議がある。日本では、ロニチ沿岸市長会となっているが、正式なロシア語の名称は、ロシア連邦シベリア並びに極東諸都市行政復調長,長官及び日本国政改案諸都市市長会議という、これをいちいち毎回言うのは非常に煩わしく時間を食うだけで意味がない。一度この正式名称を言ったら、あとはこの会議、 この会合というふうに言い換えてしまう。すでに会議の正式名称は古い情報すなわちテーマになってしまっているからそれで十分なのだ。基地の情報テーマという概念を復遍させて,て単に文面や発言に現れた古い情報だけでなくて話し手と聞き手がお互いに了解済みの情報あるいは両者が 共有する現外の文脈からおのずと分かり合っているような諸々の情報を全てを指し示すものがと捉えるのならば省略可能な対象は格段と広がる聞き手がまだ知らないそして一番知りたがっていることこれはこれを伝えることが通訳の使命なのだと腹をくくって古い情報文脈から押し切り 教えて分かりきったことなどを常業の雑草をばっさりばっさりと刈り取りながら進みたいものである。これを常日頃我々も無意識にやっている。例えば喫茶店でボーイさんに私はこの喫茶店でカフェオーレを飲もうと思っていますのでカフェオーレを注文いたします。それを持ってきてください。なんて言う人はいないだろう。カフェオーレで十分に通じてしまう。 私はこれから立川に行くつもりなので立川駅行きの切符を売ってくださいと言わなくても立川で切符売り場という弦外の文脈のもとで通用してしまうのであるこのやり方を通訳のノウハウに応用してみようある国際会議で会議の議長が次のように言ったとするさて ここで私が会場にご列席の皆様方にお願い申し上げたいのは次の発言者としてスウェーデンの代表に壇上に上がっていただくことについてご了承に賜りたいということです。同時通訳のブースの中でこういう時にはどこまで宿泊できるか役を短くできるか実際にその時点でこの議長は会場にいる皆様に向かってしゃべっています。 それがお願いかどうかというのはその内容を聞けば分かることだからさてここで私が会場にご列席の皆様にお願い申し上げたいのはくだりは一切訳さなくてもよろしい次の発言者としてこれは一つの情報ではありますが議長の任務が次の発言者を指名することである以上訳さなくてもいいスウェーデンの代表にこれは必要次の発言者が誰なのかということを皆が知りたがっているこれが一番大事な情報 情報の核です。壇上に上がっていただくことについてのその会議では全ての発言者が壇上に上がることになっていますからこれも不要「ご承知に賜りたい」は当然カット「スウェーデンの代表あるいはスウェーデンというだけでも話は通じる」「そのぐらい省略というのは可能なのだ」ところが 駆け出しの慣れない同時通訳者がこれを全て軸通りに訳そうと心を砕いて関心のスウェーデンというところを聞き逃してしまい会議場が混乱することは解けたまるこのように通訳に際して文脈は言葉を聞く聞き取り理解する際に参考にするという パッシブなつまり受け身型の利用法ばかりではなくて文脈を頼りに聞き手が了解できるところは思い切って省略するというよりり能動的な取り込み方がでできるるものであるこの文脈をうまく味方に引き入れた省略法は「どうも」という言葉しか発しなかった政治家のパーティーの例でお話ししたように語彙不足を補うのにも重宝する。 このすごく便利なななやり方が通訳、使わない手はない。は日本人が輸出したプラントそれ付け現場の通訳を依頼された友人が複雑な設備のことだからと尻込みしていたら意外に簡単で表紙抜けをしたと帰国後語っていた難解な装置や部品の名称をいちいち言わなくても全てて これ、それとその場にあるのでこれはこうしてあれはそっちにやってと指示代名詞のみでスムーズに十分に通じてしまうというのだ苦し紛れであれ必要こそが発明の母である状況を実にうまく味方に取り込んでいるではないかさて文脈取り込み芸と私が命名したこの技法が素晴,素晴らしく発揮のされ方をした例をご紹介しよう。 オットセイを国際的に保護するために7カ国ぐらいの持ち回りで延々2週間に及ぶ会議が毎年持たれている7人に1度ぐらいの割合で日本でもこの会議が開かれるわけだがそんな日本での会議の一つでオットセイが繁殖しすぎて保護しきれない地域における避妊の方法に関する議論があり確かにカナダの専門家がうーんメスのオットセイに低層体を着用させた経験を披露した。 この単語が登場した途端に私などドギマギしてしまい「えー、とえー、とええと低層ってロシア語で何と言ったっけ?」と焦りまくったものだが傍らにいた我が通訳術のもう一人の師元ロシア語通訳協会会長の小林真理子さんは慌てず騒がずこれを単に「うんベルト」と訳して速やかに通じさせた思えば確かに 否認を目的に着用させるものについて議論しているという文脈の中で、ベルトといえば低層対のこととして受け取られるのに違いないのである。こんな時に私はついお見事、技ありと叫びたくなってしまうのである。7番目、シャドーイングの講座通訳講座を受講すると、そのカリキュラムにはほぼ間違いなくシャドーイングという名前の訓練が組み込まれている。 名称からさせられるように23秒の遅れをとりながらちょうど影のように原発言をオウム返しに繰り返していく実際にテレビやラジオのアナウンサーのいるところをなぞってご覧になるとお分かりになっていただけると思うがなかなか難しく初心者は3分と続かないものである通訳講座に入りたての頃はこれを盛んにやらされるところが最近シャドーイングはあまり意味がないのではないかと指摘され始めている。 聞こえてくるものは情語であれ意味の根幹を担う言葉であれ押し並べて等しくなぞっていくオウム返しをいくらやっても通訳の最大の武器である情報の核すなわち意味の中心を見つけて技能というか修正これが身につかないばかりか身につきにくくなってしまうのではないかというのだが通訳要,要請という観点から見るとシャドーイングはこうよりも在の方が大きいのではないかと。 ただし通訳者に必要とされる別な技能すなわち正確で美しい発音やイントネーション自然で無理のない文型や表現を身につけるためにはやはりシャドーイングは捨てがたいトレーニング方法である日本語であれ英語であれロシア語であれその国の標準語のうん手本たるべく訓練されたアナウンサーの発話に耳や口を 慣れし,たしましてし有効な方法であることだけは間違いない。なだからシャドーイングの教材として間違った発音やイントネーション誤った構文や言葉遣いのスピーチなどを取り入れることは絶対に避けなくてはいけないそれが脳裏にこびりついてしまうと削ぎ落とすのには身につけた時の10倍のエネルギーを要するからだシャドーイングをやる場合にはあくまでも理想的発音とイントネーション 正確な構文と語彙論旨明確なスピーチを対象とするようにもっともこれは通訳力というよりも語学力の範疇に分類される技能かもしれないが通訳特に同時通訳にとってシャドーイングに効果があるとすればそれは耳から入ってくる音声と自分の発する音声この2つの音声の調節能力が身につくという点だ。 自分がどのくらいの音を出したら耳から入ってくる音をかっ消さないで済むかということこの音に対する感覚を磨くためにはシャドーイングがおすすめである。八8番「諸務課係長」の役「情報あるいはテーマ基地の情報の存在は常に時間に追いまこられている通訳者にゆとりをもたらしてくれる源の跡となっていることを再三述べてきた。 その部分をはびくことによって生まれた時間的余裕を利用して情報の核というべき例マ新しい情報により的確な訳語をあてがうことを可能にする必要とあらばその肝心の情報を巡って話し相手と聞き手との間に文化の異なるがゆえに生ずる理解の溝を埋めるべく言外の文脈を添えてやることさえも可能になるのだ還元すれば 常語の存在こそが通通訳、訳分けても同時通訳というゆたらみを可能ならしめていると言えるとえしかし一方で何が情語で何が情報の書くか何がテーマで何がレーマなのか何を省略すべきで何は絶対省略してはならないかこれを通訳しながら判断していくのはそれは容易なことではないかえってことごとく間に合う限り訳してしまった方が楽だという通訳者もいる。 もちろんこんな贅沢なことを言えるのは喋るスピードが速いという羨ましい素質に恵まれた人しかしどんな早口であろうとも門前の虎「肛門の狼」の甲で挙げたように諸々の理理由からしてそそもそも無なな技なんだテレビの同時通訳に耳を傾けていると時折語数は非常に多いけれども何を言っているのかさっぱりわからない通訳者がいるでしょう。 情報庫の核をつかみ余分な情報を切り捨てる男気と労力を惜しまんだ惜しんだ結果であるお役所の庶務係長の役ですなと知人は絶妙な例えを用いて辛辣に皮肉る判断を下すことによって責任が生じることを極力避けようとする成功を言い当てていて耳が痛いながらも笑ってしまうだがいくら 緩、うん、にして用を得た役が理想と心に決めていても何が根幹で何が使用抹節かがわからないのに怪盗欄間を断つなんてことは言うまでもなく不可能ださもないと医者でもないのに菌糸を取り除くという名目で患者たちの子宮をばっさばっさと切り取ってしまい子供を産めない体にしてしまったと訴えられた某婦人科病院の事務長みたいになりかねない。 要するに大変なじみのあるよく知った分野になると常語性は高くなる逆に不安内な分野では常語性が非常に低くなる例えば次のような発言「第二遺跡では三次期の石器群が出土しています」「上層の二栄石器群文化層には幌加技法による船底型採石人石閣船底型石器 木、馬型戦闘機掘り機殺機などがある白片剥離技術は座面調整白面面調整をしない石破技法を特徴として他に円筒状の石角がある船属型石器船属型採石等角とも端部にしばしば被覆を 比熱を伴った使用根が観察され採石場もほとんど見られないことから両者とも石器として使用されたものとした 2B 文化層において周辺加工の石膚所在の戦闘機を有する石器群が検出されたが上下層に規則すると考えられる石器が混在しており詳細は不明である。なんと、これは 旧石器時代後期におけるユーラシア北部の最石器文化と値打ったシンポジウムにおいて同時部通訳ブースにいた3人のチュームメートの中でよりによって私が担当する巡り合わせになり、うん、何の因果かと運命を呪いながら通訳した部分であるこのように 書面で登場するならまだしも耳から入ってくる。しかも、考古学者が言うところの人々は日頃土ばかりを相手にしているせいか、人間相手に喋るのにどうも慣れていない模様で、うつぶきながらすごいスピードでまくし立てる。ただでさえ多い、音読み言葉、発音も発声も不明瞭なものだから、せっかくと石符と石器を聞き分けるのにも苦労してしまう。もちろん、 シンボジウムに臨む前に必要と思われる専門用語を頭にたたき込んでおくがそれはあくまでも突破の,の時にはこれは捨ててもいいか採用すべきかという判断ができない何を省略してもいいかわからないからとにかく聞こえてくるものを片っ端から訳している限りいやかざるを得なくなるところが泥縄で詰め込んだばかりの専門用語は頻繁に登場する こういう原発言にぶつかるととにかく通訳者はその対処ばかりに持てるエネルギーを注,あー注ぎすぎてしまい話の道筋や論旨を追う方の目配りがおろそかになってしまうこうして言葉は流れてくるが何を言っているのか容量を得ない書務係長タイプの役が出来上がる5分と経たないうちにブースの中から私は悲鳴を上げたその結果発言者はアレグロアから アンダージョにいや足立芝にテンポを落としてくださったばかりでなくて文章を読むのをやめて噛んで含めるようにすなわち情語の多い話し方に切り替えてくださった。もちろん情語を得た私は水を得た魚のように生き返った。ある医学に関する学会でほぼ同じような目に遭いほぼ同じような悲鳴をブースの中で 走ったところスピーカーはどの強いメガネ越しにきっとこちらを睨みつけると別に通訳してくださらなくても結構ですと吐き捨てるようにい事前にこちらがいくら頼んでも渡してくれなかったテキストを猛スピードで読み続けた,たの続けたのだった百人一つの割合ぐらいでこういう革新犯的な相手に伝わらなくても一向に構わないという発言者に出会うことがある 私は密かにアルバイスピーカーカと呼んでいる。その学会で報告したという実績が重要なのであって報告内容は聞き手に理解されようともどうでもいいという考えているらしい舞台から会場の方へ目を転じると招集の方、えー、も心得らしくて心得ているらしくて 大方は鼻で船をこいだり、いびきさえかいていたりする我々の役を聞いているはずのロシアからの学者グループは学会が終わってからの買い物の話に夢中である。こんな時はもしかしたら自分たちもこの会議が国際的なるものであることのアレバイス作りのために雇われていたのではないかと思ってしまう。首脳会談後の 日露両首脳の共同記者会見の通訳をしていただきのこと、本番4時間以上前から発言案テキストを渡されて首脳用のブリーフィング事前学習にも出席を許され、あとにかく通訳が仕事をしやすいよう主催者は理想的な条件を整えてくださった。渡されたテキストは書面ではあるが話し言葉風に適度に情報を散りばめ、実にやりやすそう。 本番を前にしてそのテキストを目で通しながら要点に印をつけていったその一部記者との想定問答のところを読んでいて何度読んでも要領を得ないまるで目イスの輪のように尻尾を捕まえたと思うとスルリと逃げられてしまっているような感触なのである。 と赤いハンコが落ちてありもう記者会見後直ちに回収されてしまったのでここにご紹介できないのが残念だがもう見事に言語明瞭意味不明の典型で何度読んでも肯定しているのか否定しているのかわからない通訳は言葉にではなく情報に忠実され。 まず意味の中心を掴んでそれを伝えようという徳永首相の今しめに忠実にやってきた私としては面食らってしまった意味の中心なんて掴みようがないんだから国会答弁を思い起こす答えてはいるが答えていないそういう立派なレトリックを駆使するコミュニケーションも存在することをすっかり忘れていた もちろん発言者の意図を組むのが通訳者の使命、いくら物不足でも官僚主義だけはことを欠かせないロシアのこと、官僚主義につきもののそういうレトリックも潤沢に持ち合わせているので、私は目的を果たすのに苦労はしなかった。通訳者は発言された内容のどこが中心か、情報の各下ということに全力を傾けると、先からはうんざりするほど執念深く申し上げてきたが、 意味がないことが意味であり情報の核がないことが情報であるということだってあり得ることを学んだ貴重な機会であったまた上智大学外国語学部部長でロシア語通訳読音の著者としても知られている歌田文雄氏が教団に立つ前は外務省の通訳官であったという経歴から次のように指摘されていたことがある 漁業交渉にその通訳をした時のことソ連側は日本側の漁獲をコントロールしたい日本側からはああ絶対に想像させてはならないしかし諸々の状況からソ連側がはるかに優位であったから日本側の真意としては事実上相当譲る気でいるともかく管理するという言葉は絶対作ってはならない こちらはまだ新米でそのことを知らずに日本側が懸命になってその言葉を避けながらあれやってもいいこれやってもいい要するに管理してもいいと言っているんじゃないかと私は判断してそのままその言葉を使ったなんと向こう側の交渉団主席代表があんたねその言葉使っちゃいけないのと日本側の通訳である私に教えてくれるんですねその言葉は使わないためにこうして 双方とも一生懸命やっているのにその言葉を出しちゃおしまいだよってわけですね。このように要程を噛んで伝えなくてはならない時も軸通りの役ではなくてダメな時もあります。というわけで通訳というなりわい、うん、生きてきた人間社会を相手にしている以上はどんな体でも万能ではなくて どんな原則にも例外があり、そこにまた果てしない面白さを私などは感じてしまうのです。